さんは？うちにいるはずだけど。それがモミジの家にもどこにもおらんのじゃ。どうしたの？大変なのよ。あの人は山下清画伯だったの。ほら、これ神社に奉納してあった絵。清さん。俺もう一回探してくるわ。待って。いいのはなくて。だって清さんは風みたいな暖かい風みたいな人だから。この木何の木、気になる木、名前も知らない木ですから、名前も知らない気になるでしょう。この木何の木、気になる木、見たこともない木ですから、見たこともない花が咲くでしょう。いつか花茂って幹が大きく育って根を広げて森になる日が未来。その日を、その日をみんなで待ちましょう。この木何の木、気になる木、なんとも不思議な木ですから、なんとも不思議な木になるでしょう。この木何の木、気になる木、みんなが集まる木ですから、みんなが集まる実がなるでしょう。人は来て佇み、鳥は翼を休めて、風はそよぎ、星が回れば宇宙。その日も、その日もあなたに会いましょう。この木の、この木の下で会いましょう。この木何の木、気になる木、名前も知らない木ですから、名前も知らない木になるでしょう。見たこともない木ですから、見たこともない花が咲くでしょう。花